コンビニウォーズバイト JKVS ミニナチ軍団は2016年のアメリカ合衆国のホラーコメディ映画監督はケビン・スミス出演はリリー・ローズ・デップとハーレー・クイーン・スミスなど2014年の映画ミスター・タスクでリリー・ローズ・デップとハーレー・クイーン・スミスが演じた女子高生のコンビニ店員に焦点を当てたスピンオフ映画ジョニー・デップとバネッサ・パラディの娘リリー・ローズ・デップが 映画初主演し、ジョニーとパラディも出演している。ジョニーとリリー・ローズは、ミスター・タスクに続いての父子共演である。また、共演のハーレー・クイン・スミスは監督・ケビン・スミスの娘である。カナダのマニトバに住むコリーン・コレットとコリーン・マッケンジーは、授業もバイトもやる気がないが、ヨガには夢中で、怪しい先生のもとで、トレーニングに励んでいる、親友同士の女子高生で、 同じコンビニで一緒にバイトをしていた。ある日、二人は店長の不在中にコンビニで男の子とパーティーを開こうとするが、地下に眠っていたミニサイズの軍団員によって構成された邪悪なミニナチ軍団を呼び起こしてしまう。ミニナチ軍団は巨大な怪物を解き放ち、世界征服に乗り出す。二人は地球の命運をかけて軍団に立ち向かう。 カッコ内は日本語吹き替え批評家からは国評されている。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、だらしなく、面白くもなく、明確な目的もない。コンビニウォー,ーズバイト JKVS ミニナチ軍団は、かつては有望視されていたケビン・スミスのキャリアの中でも、特にひどい出来である。であり、60件の評論の内高評価は23%に、当たる14件で、 平均点は10点満点中3、7点となっている。メトクリティックによれば、17件の評論のうち、高評価は1件、賛否混在は2件、低評価は14件で、平均点は100点満点中23点となっている。ありがとうございます。